おはようございます。おそばです。このチャンネルでは、参政党の支持者の方から北朝鮮の工作員と言われまして、北の工作員ことおそばです。昨日おとといはですね、本当に大変お騒がせ、しました。本当にここ1週間ぐらいかな、もう本当怒涛の、日々であっという間に終わってしまったんですけどね。なんつったらいいかな。まあとは言っても、終わりよければ全てよしってことで、いい思い出に、はい、なったと思うし、たくさん会いたい人とですね、たくさん連絡を取り合うきっかけにもなったので、それはそれで、よしってことで、よかったかなと、思います。でその先日のね、お食事会に関しましてですね、X の方で、写真とかが、ね、出てたりするんで、参政党の支持者の方も、それから我々工作員だと言われている方々、まあ、アンチと言われている人たちも何かあるんじゃないかって、ね、思う方がたくさんいて、ざわついてんなって、 X を見て、さっき見てちょっと冷静に見てたんですけれども、本当にそんな大げさな何か企てがあるとか、計画があるとか、何か、作戦会議をしていたとか、そんなことは全くないってことをですね、ここで、僕が言っておきたいなと思って動画を、まあ、仕事にこれから社長待ってるんですけどね、言わなきゃなと思って、はい、本当に特に何の企てもございません。はい、そもそも僕が、武田先生とご飯を食べたいよっていう話をしたら、あとこんな人に会いたいっていう話をちょっとね相談したら、あれよあれよという間に、あんなすごいメンツとね、メンバーと、それからなんていうんだ、すごいメンバーと一堂に会すっていうね、だから遅れてくる人ももちろんたくさんいたし、なんだろうな、各々が会いたい人がいて、会いに来て、楽しい時間を過ごしたってことですね。もちろんそれこそ参政党の話もありましたけれども、全然それだけじゃなくて本当に楽しく、お話しして、なんか X の中でね、こういう人たちが組織作ってね、連結してもどうせまたすぐ揉めて誰かが抜けてってのことの繰り返しだみたいなことをね書いてある人がいたんですけれども、うん、そんな大層なことをも話してないですから、はい、うん、あとそれぞれがそれぞれの活動で忙しいので、もちろん、協力できることは、それぞれの範囲で、時間があったりとか思いが通するところ、一緒の、アクションを起こしたい方っていうのはその都度手を取り合えばいいんじゃないかなと思いますし、もちろん何かやれば必ず問題が生じるので、それは意見が対立したり、揉め事が起こることだってね、絶対にあります。はい。ですが、僕のスタンス、おそばのスタンスとしては、話し合いは、やめない。もし誤解が生じてしまったら、その誤解を解くために、僕は、こちらからお時間を取っていただけるまでアクションを起こしますし、連絡を取ろうとするでしょうし、僕に非があるんだったら、本当にあるんだったらっていうか、そういうふうになってるってことは確実にこちらにも非はあるんですよ。ほうほうほう。だからまあそれを、まあ、許してもらえるまでね、自分がこの人とは、縁を切りたくないなって思うような方、まあ、大体そうなんですけどね、自分自身は。だから自分からは、そういったアクションを起こし続けるということですね。だから気に食わなかったらもうこの人とは、縁を切ろうっていう人間では僕はないので、うん、そもそも人間みんな、違う、それは当然のことです。考え方も違う。だから大所帯で話してる時でもそういった
なんだろう、意見がぶつかるってことでもないんですけど、ただのお食事会なので、まあ、あったので、うん、意見がぶつかる、いや僕はそう思わないですね、つって違うと思いますよっていう、話はですね、お食事会でもあったはずです。僕も皆さんと、ね、話すことができなかったので、すべての方とですね、それご挨拶はもちろん皆さんとしたんですけど、ちょっとバランスが取れないです、あんなにたくさんいると本当に。で、最初は僕もさすがに緊張してましたし、緊張してたっていうか、やっぱ知ってるけどまず自分のことを認知してない人もいたので、まあ、そこからですよね。で、ちょこちょこ自己紹介なんか始めていって、やっぱりあ、この人に僕会いたいなってずっと思ってた人とはですね、隣になった時に結構たくさんお話ができて、はい、まあきっかけとして、そう、張さんとああいうことがあったので、連絡もたくさん取り合って、電話もして、まあ、お互い多分ね、あのメンタル的に超ボロボロだったんですけどなんかあ、これはこれで良かったかなと思ってます。だからもう一回言いますけど、なんか企てがあった、会合ではないんですよってことですね。かといってじゃあ、楽しくこれからも、たまにお会いしてご飯を食べるってだけのもちろん関係でもないんじゃないかなって気もしてます。何か一緒に、小さな行事であっても、それからもしかしたら大きな何かしらの動きであっても、手を取り合うこともあるでしょうしっていうぐらいですね。あと、あのメンバーの中にですね、これから何かアクションを起こす方たちがいるので、うん、それぞれが、思うようにご協力をすることがあるんじゃないかなと思います。僕もそうですよ。今日は吉野先生が凱旋があって、武田先生もね、そちらにいらっしゃ行くみたいなので、はい、武田先生もお話するんじゃないですか。あいにくの雨ですね、寒いんですよ。なので皆さん行かれる方も、たくさんいらっしゃると思いますんで、ぜひあの暖かくして、雨も降ってます、午後も降るのかな、傘を差して、うん、濡れないように、風邪をひかないように、気をつけて、ください。はい、まあというのは、人間話し合いを諦めちゃいけません。自分のね、本当に恩人だったりとか、大切な人、自分のために何かを犠牲にしてくれた人、何かっていろんなものがありますよ。お金もそうだし、時間もそうだしね。はい、なので参政党みたいなやり方を、現参政党みたいなやり方をする人たちではないということで、よろしいでしょうか以上、北朝鮮の工作員おそばでした。